おはようございます。ハッピーチャンネルの泉ひなです。私、子どもの頃絵がとても好きで、その必ず絵を描いている時に絵の中には太陽を描いていて、でその太陽に顔がある時とない時があって、で顔がない時には先生がいつも「泉さん、この太陽の顔忘れてるよ」って教えてくれるんですけど、忘れているわけではなくって、私の中で太陽の顔がある時とない時の理由があったんですね。で、顔がある時は自分が元気があって、で太陽がこっちを向いてくれている。で、顔がない時は自分が元気がなくて、太陽は地球に背を向けて反対側の宇宙を見ている。だからこの太陽の後頭部が見えている感じで、その太陽の顔がある時とない時が自分の中であったんですけど、自分がこう発信したことが理解してくれる、してくれないって思う時も、その太陽の顔と同じで、自分がやっぱり元気があって、なんか思いっきりこう伝えて表現した時は、その太陽に顔がある状態で、きっと伝わってるって、いろんな形で伝わっているって思えたり、でやっぱり自分に不安があったりとか迷いがあったりとか、そういった時には、もう太陽は後頭部しか見えない状態だって。だからなんか、自分次第っていうかね、自分がもう一生懸命思いっきり伝えることができたら、そのもう太陽に顔がある状態って思うので、私も、今月もこう生きるファッションコレクションという、ね、主催ですけれども、メインは皆さんなんですけれども、それを自信を持って思いっきり元気にいっぱいこう伝えて、顔のついた太陽がこっちを照らしてくれるように、頑張りたいと思います。頑張ろう。